皆さんこんにちは、キスケです。本日はこちらの腕が伸びるピッコロを使っていこうと思うんですけど、こいつがまさかの、はい、こちらティア S にいるということで、ブースト内容はこんな感じ。4打目打撃射撃防御力 30% アップ、同一エピソードのバトルメンバー1人につき4ダメージ 10% アップということで、そこそこバフが乗ります。でこいつはまあ僕のあれなんかもしれんねんけどその結構新しめのキャラクターじゃねって思うんですよね。だそういうキャラクターに、まあ、TIS のバフが乗ってしまうとなかなかやばいことになるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、なので今回はこちらのピッコロを使っていこうかなと思います。で、同一エピソードって書いてるんですけど、こいつ劇場版なんですよね。だ劇場版のタグってすごい簡単に揃えやすいんで、まあなかなか有効活用はできるんじゃないかなと思います。で今の環境ね、結構赤色が刺さってる部分もあるんで、緑黄染めとかさ結構流行ってるでしょ。まあそういうパーティーとかに対して、まあ、こちらのピッコロがねどこまで力を発揮できるのか、まあ、それを確かめていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。ケーフ対戦お願いします。やっちゃるか。マジこのピッコロ強いと思うんやけどな、普通に。まあでも人気はないよね、全然使われてないよね。結構モーションとかもね、腕伸びて凝ってるとは思うんやけど、黄色2枚、的が多い凝った対戦お願いします。カモン。こいつ場に出ると打撃ドローン持ってるんで結構やると思うんだよな。そこそこ強いと思うんですよね。何回も言うようやけど過小評価されてる気するわ正直。これはダメかソーリーメン。メイン使っていく。まあ安い安い安い。回避使わない系。ああダメか。ああ即発か。だりーな。まあでも踏ん張りキャラクターじゃないわ、復活キャラクターいるんで、ちょっとピッコロで殴らせてくれや。そんなええかな。はい、やべ、死んじゃう。おい、マジ、勘にしてくれや、マジで。頼むわ。一発も殴る前に死んでまうぞ。はい。OK。まあ、でも、相手も踏ん張り復活いるんだよな。そこはダメか。まあこのまま耐えるしかないね。さあもう撃つのか。 OK。 一応もう待機カウント短縮なってるんで、復活ご飯ね多分間に合うとは思うんだよな。いいね、耐えるねゴジータさん。即発ばっかやから相手。よし。ああ、よしじゃねえ。全然よしじゃねえ。そっち？ダーン。はい。いいよ。悪くないよ。だピッコロで殴らせてくれや。頼むわ。ああ、もう最悪。ピッコロって特殊カボチャなかったよね。確かメインでバニシング回復持っとったと思うけど、ただまあそうね、どうかな。で特殊アーツ突進系やったような気がするんだよな。はい、よし、やっとや。おっそ。で一応復活阻害も持ってた気する。
ビヨーン。いい火力じゃね。いや強っ強い強い。え、死ぬんじゃない、これ。死なんかな。ビヨーン。逆にダメージ逃げるやろこれ、腕伸ばしたら。あー惜しい。マジかよ、惜しいな。あざっす。おそらく剥がれるでしょう。長えな試合が。さあまあこっからなんじゃない。フルパワーフリーザーもほぼ死にかけなんで、死にかけの老人に何ができる、はい、打っちゃえ。どれか死ぬね。おフルフリー捨てていくか。あれメイン使っ、あメイン使ったか。じゃあまあ捨てていいか。さあ残り2体。ピッコロがめちゃくちゃ火力高い、マジで。見ていく。マジ特に打撃の火力やばくない、超強いんですけど。強っそんな腕ビヨンビヨン伸ばしていけんのかいな。落ちへん、だるすぎな。さっきからミリ残し多すぎやろ。堪忍してくれや。はい、ラスト。あざした。強くなってから出直してこい。さあマッチングしました。いいよ、赤紫染めパーティー。いやこれはね、いいよピッコロの通りがいいぞ、俺。めちゃくちゃいいやん。対戦お願いします。いいパーティー使ってくれてありがとう。どれもピッコロを阻害するキャラクターはいない。ダメージが通ればそれでいい。よし、ゴムゴムのパンチ。なんか最近ワンピース話題になってるね、ゴムゴムじゃなかった件についてみたいなあれどうなの、原作好きな人からすると無理ないのあれって。俺ワンピース読んでないんやけどさ、中間あたりぐらいまでしか。バイバイ。あれってどうなのかな、難しいところよね。さあこれ打撃ドローがマジで強いんだよな。しかもこの特殊アーツはコンボがつながります。おら、あやみミスった、ラッキーミスったわ普通に。いいペースで殴れてますね。よし捕まえた。ほぼ全員瀕死やん。さあこれで皮が剥がれていく。どうする、ピッコロがマジ強え。ブーストやばくない、結構強いなマジで。うん、動きはなし。おいぽい。全部なんかうまくいってるなこれ相手からしたら噛み合い悪すぎやろって思ってるでしょうね絶対。こっちからすると噛み合いがマジで良すぎる。しかもこれ打撃ドローで落ちるな。いや強っピッコロ。2発ですか。マニシング回復。ピュー、やべ、はい、え入った。あー痛いよ、痛い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 そんなクラウンかよ、ごとつやけどさ。痛いよ、来んじゃねえ、通常じゃ落ちねえだろう。これで勝ちか。よし、いやピッコロ大活躍、マジで強い。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。本日はティア S のピッコロを使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱ火力高いね。うん、まあそこそこ新しめのキャラクターっていうのもあるし、
まあ、余ダメージがしっかり乗ってくれるんで、そこにティアのブーストが追加されてるわけなんでね、それは火力出るわっていう、形ではあるかな。で、プラスこいつに至っては、まあ、場に出ると打撃をドローしたりとか、気力回復してコンボつないだりとか、まあ、バニシング 100% 回復のメインがあったりとか、まあ、攻めれるんですよね、このキャラクターっていうのは。そういうキャラクターとティアのブーストが組み合わさるっていうのは、なかなか恐ろしいもんがあるんじゃないかなって思います。まあ、だから次のシーズンとかね、突拍子もないキャラクターが TIS、TRZ に来る可能性もあるんでね、その辺もちょっと楽しみだなって感じです。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。